おはようございます、大原です。よろしくお願いします。はい、今回は、こちらになります。コハロンスタンプ第4弾作ります。皆さんからもね、たくさんお声いただいておりまして、いよいよ待望の第4弾のコハロンスタンプ作らせていただくことになりました。はい、いや、非常に嬉しくないですか？そんな…え、ないないない、いや、使い方としては、いや、非常にそんな…いや、嬉しくないですかとか、はいはい、何今の、いや、ちょっと新しいパターン使わせていただきました。はい、まあ、第1弾、第2弾は、全身タイツの格好で、そして第3弾については、まあ、坊主の小原明の格好で出させていただきました。はい、まあ、特に第3弾のサンプルにつきましては、かなり好評いただいてますね、皆さんから。はい、まあ、でもただリア友からはこのスタンプ気持ち悪いとか、このスタンプ友達に送ったら連絡途絶えたっていう声もたくさんいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。そこでいよいよ今回第4弾のスタンプを作るということで、また皆さんからですね、第4弾のスタンプのアイディアを募集したいと思います。はい、こちら募集方法なんですけれども、この動画のコメントにですね、皆さんが作ってほしいなと思うスタンプのアイデアをどしどし書いていただければと思います。はい、さらにですね、すでに書かれているコメントの中で、もし、あ、これ面白いなって共感するものとか、いいなって思うものがあれば、そのコメント欄の方にいいねボタンを押していただけると、私たちとしても探しやすいし見つけやすいです。はい、ありがとうございます。ぜひお願いします。はい、はい、やめろそれ。そしてちょっとこれもかなりお声いただいてたんですけれども、ボイス付きのスタンプに関してはこれは公式アカウントでないと作れないということで、今回も音声はなしのスタンプになります。ご了承ください。ご了承ください。いや、いい、その土佐川はまだいつか本当に公式アカウントを作れるぐらいビッグになりましょうって。もういいって土佐川は。いや、ごめんなさい。うん、ありがとうございます。募集期間につきましては、本日から2022年1月4日の0時までとさせていただきます。はい、また第4弾のスタンプをね、皆さんからいろいろお声いただいて、一緒に面白い楽しいスタンプを作っていきたいと思いますんで、どしどしコメント欄の方で皆さんのお声をお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。レオちゃん T シャツです。この動画いいと思ったら高評価お願いします。